昨日ハウス晴れてよかったです。今日午後から雨みたいなので、で今日はみんなで早起きして、いつも米作り体験学習でお世話になっている徳の幼稚園に赤飯を持っていきます。たくさんのご注文ありがとうございましたね。1年間よく頑張りました。イエーイ。はい、徳の幼稚園さんに行きました。卒園式ね、じゃあ赤飯下ろしますんで今電話せだ電話してくれって言われた。運ぼうと思ったらもうあっちまで持って行かれてしまったおはようございます、ね、これ先生の分。先生はいはい、先生の試食分。ありがとうございます。食べて、みんなで分けて。これ回ってるんですか？回ってるよ。下しか映してないから大丈夫よ。下しか映してないから足しか映ってないから大丈夫よ。じゃあもう赤飯あ、もう持って帰った。本当にやった。そうですか、はい、ありがとうございます。じゃあよろしく、ま、じゃあご清聴おめでとうございます。イエーイイエーイあ、今やってもですよ。はいはいはい、よかった。じゃあ皆さん頑張ってください。すっごい量の卒業記念品やね。ねえ、腕ちぎれそうやわじゃあね、今日は何作ってんの？白松さん、これかステンレスの上の直置き。どう？意外とくっつかな。意外とくっつかん。使えそう。使えそう。昨日ハウス晴れてよかったわ。餅つきも満載に仕事あるもんね、まだね。やっと昨日工事が終わったからね、こっから先まだまだ。でももうそろそろ終わりやろ。ラストラストしたい。ラストしたい。まだあるんや、外注品もあるんや。頑張ろう。徳の幼稚園行ったら運ぶ間もなく音速で奥様方来て、お母さんが来てガーッと持っていかれちゃった。やべえ、撮影する間もないちょっと待ってーって言うけど急いでよねいや、お待ちかね早持ってこんかいって感じだよ。もう終わって帰ってくるね。もう箱をすぐ空にして戻ってきたら嫌や。じゃあね、かき餅袋詰め中、売り切れ続出で急いで詰めてます。カラフルやね。そして絶賛大豆調理中結局 YouTube だけだけどダメやで。こんなんはやっぱ相当のことやぞ。ね、うわっ、ね、トラクターの刃の刃爪の交換中です。で、どれぐらいすり減ったの？もうね、どう逆光になる。映ってる、映ってる。ああ、こんだけ減るんやな。300時間かな。300時間ぐらいなもんかな。通信図使っとるんや。通信図は使っとると思うけどな。通信図使っとらんかな。ワンシーズン半ぐらい。なるほど。でもこれもう最後くれ起こしやからすき込む程度やからもう細くても良かったよ。うん、でも今から春起こしやったら春起こしはやっぱ綺麗に起こさんなから、うん、交換。なおかつこれあの特殊鋼、黒やけど、ここにこうやって超合金、超合金を超合金をつけてあるやん。ここにほらちょっと見えるけど色変わっとる。これがもうなくなると一気に行くんや、進むわ。はあ、うん、なるほど。まあ、ちょっと分かりにくいかな。なんかあ、ほらこれはまだ結構いるけど。本当や、うん、色が全然違うな。
でもこれ裏場やね。いや、こっちはもう減っとる。どうなんかね、全体的に違うと思う。まあ当たるとこやろうね、こう、はあ、突き込むからやっぱここが一番。なるほど、ほどほど。へえ、そんなんやった。これ俺見え、全面的にもう超合金かと思ったら。いや、そうだ、弱い。硬いものは脆い。ああ、だから日本刀みたいなもんや。ああ、ここだけ塗ったね。の特性で硬いものは脆いから。あ、これや。柔らかい鉄に、中、まあ中鉄じゃねえな。鋼にこの硬い金属を、ね、溶着っていうの、何ていうの、付着。まあ、内刃物やな。いやいや、うん、売ってないけどな、これは。うん、くっつけたらいいの。なるほど。俺、全部買ってやんかと思ったら、こうしたらパキンっていくよね。うん。なるほど。わかった。新型コンプレッサー時計エア、うん、まあちょうどいい感じ、いい感じで、えげい。ちょうど動き出した。エアを 100% 使う。飲んだらまあ空気がいっぱいになるまで待つわ。ああ、なるほど、うん、エアやっぱ満タンでないと馬力落ちるんや。普通は7気圧まで落ちる。普通は10気圧まで。ああ、なるほど。目いっぱいきつくしないと長かったら緩んだら、トルクが落ちるんや。ああ。そしたらまあほら、何かこう不安定したみたいなのにいっぱい。今今日は落としたけど、全部鉄板に落としてて、鉄板は当ててるよな、この煽りに。落としてて、うん。もう何十年も使ってるから、もう20年、30年。うん。で、今、こっちも、なんかほら、ここ、こことここ。ああ、ないと思う。もうこれなんか、ちょっと予算の鉄板を当てて溶接してみる。まあ反対側も薄い。ちょこっちは切れとるけど、うん、ただここにちょっと、ここはほら研究室じゃないから結構ベアリングも上の方にいるから、うん、確かにあっちはもうすり減って研究室穴開くと、まあでもね、こういうの、うん、はい、タンク満タン。10気圧。10パスカル、ね、10メガペパスカル。よっしゃー、完成しました。あと、両サイドオイルとギアを、オイル交換して終わりや。とりあえず、うん、もう一つやるな。また交換や。うん、まあ、はい、じゃあね。豆ひどなった。あね。見るだけや。Thank you.
マウスビーズ増量。いやー雨ひどいね。まあまた明日から天気良くなるみたいけどね、頑張って春作業の準備してます。イエイ。